彼はできない理由を考えた。この銃撃が起こる直前に生まれた空白、その間わずか6秒でした。警察庁が認定したのは後方警戒の空白。銃撃の原因は安倍元総理の背後の警戒が外れたということです。時系列で見ていきます。演説中の11時30分43秒、安倍元総理は青色、山上容疑者は赤色、警察の担当者は K の文字、付近には5人いました。この時自転車が演説の場所に近づきます。その13秒後、11時30分56秒、自転車と台車が安倍元総理の背後に接近。背後を見ていた警察官はこの2台に注目しています。これが事件のきっかけになったとみられます。このタイミングで山上容疑者は行動に出ます。11時31分2秒、警察官が自転車と台車を目で追ったため、安倍元総理の背後を見ている警察官はいなくなります。空白が生まれた瞬間です。山上容疑者は安倍元総理の背後に迫ります。銃器を取り出しながらさらに近づき、4秒後の11時31分6秒、一発目を発砲。2秒後には2発目で安倍元総理に命中することとなります。警察の目が離れ、空白が生まれたのはわずか6秒で、警察庁は事件の検証を経て今後都道府県の警備計画を事前にチェックするなど関与を強めるとしています。埼玉県警に20年以上在籍した元刑事の佐々木成美氏は、現場において各警護員、警察官の判断直感力に委ねるという部分はやはりそれでも大きい。警護については僕も経験があるんですけども、土地勘がかなり必要なんですよね。国と都道府県警のディスカッション、ディベートができてより良い警護計画を作る、こういった形が理想かなというふうに感じています。